昨日、臼杵港の沖合で海洋科学高校の実習生などが乗った船が座礁した事故で一夜明けた今日現場では被害状況の調査が続けられました船には海洋科学高校のほか香川県の多戸津高校の実習生などが乗っていましたがけが人はいませんでした実習生は今日船内に残りできる範囲で実習を継続したということです 現時点で船内への浸水はないということですが、船体に亀裂などがないかを確認していて、問題がなければ明日以降、関東などに向けて出航するということです。